人工惑星ネメシスのパワーにより、惑星ガイアのアンゴルモアエネルギーはますます荒れ始めていった。ぶっ飛ばせ。人工惑星ネメシスが第5惑星の軌道内に入ってから、いよいよアンゴルモアエネルギーは荒れているわ。もう冷却作戦では間に合わないわよ。ライオコンボイ、もう一刻の猶予もなりませんぞ。準備 OK なんだな、ライオコンボイ。時は来た。みんな、ナイアガラベースに。何が始まるんだ、これから。まあ、見ていなはれ。9回裏、一発大逆転の作戦ですぜ。ナイアガラキャノンか。随分かっこよく改造されてるぜ。あれで人工惑星ネメシスに直接エネルギービームを打ち込む。しかしぶち壊すにはものすごいパワーがいるであります。エネルギーなら溢れるほどあるんだな。ほれ。なるほど、アンゴルモアエネルギーをナイアガラキャノンのビームパワーに使うんじゃね。さすが司令官であります。ナビ、ナイアガラキャノンを発射するタイミングを計算してくれ。オーケー。ガイアと月とネメシスの位置関係が最も良くなるのは、今から72分後よ。それまでにナイアガラキャノンをあの山頂にセッティングしなければならない。当然デストロンの奴らが邪魔してくるじゃろうな。僕が行く。僕に任せてくれ。危険な仕事になる。この仕事には多くの経験を積んだ者がふさわしい。僕はもう十分に経験を積んだ。必ず成功させてみせるよ。落ち着け。気持ちだけでは仕事はできない。ライオジュニアの気持ちは嬉しいであります。ライオジュニアの惑星ガイアを守ろうとする純真な気持ちを感じ取るであります。こういう仕事は私が。ちぇ。みんな僕のこと一人前と見てくれないんだ。そんなことはない。え、この仕事には失敗が許されないのだ。だから僕には任せられないんでしょ。お前にはやってもらいたい大事な仕事がある。僕やるよ。絶対僕の仕事やってみせるよ。その頃、デストロンのオートローラーズはアンゴルモアエネルギーを人工惑星ネメシスに送り込むための要塞を作り続けていた。長かった惑星ガイア暮らしももうすぐ終わりだすな。うん。アンゴルモアエネルギーをネメシスに送り込めば、この星での仕事はしまいや。せやけど、サイバトロンの奴らに泥を塗られたままで、この星はよう離れられん。あの星、憎んどるから、奴らの声が聞こえてくる。ほんまや。わしにも聞こえてくるよや。ん？何やあれ。気合入れろ、キッド。ちょっと待ってんな。わかってるよ。そうだ。サーリーエッサーサーリーエッサーサーリーサーリーエッサー。何をやってんねや。いいじゃん。
やつらあのキャノン砲で何を企んでるんだ。そんなこともわからないのかギガストーン。兄ちゃん、ライオコンボイめ、ただ指をくわえて見ているわけはないと思っていたが、あいつあのキャノン砲でネメシスを撃ち抜くつもりだ。ライオコンボイは真面目な顔して分かってないんだな。遥か宇宙のネメシスを撃ち抜くほどのエネルギーがあるわけないんだな。分かってないのはお前だ。おそらくあのキャノン砲にはアンゴルモアエネルギーをビームエネルギーに変える変換装置が。無限のアンゴルモアエネルギーを使えばいかに強靭なネメシスでも。何？そんなことになったら全ては水の泡だ。慌てるなギガストーン。ヘルスクリーン、マックスビー、奴らの野望を打ち砕け。はは、マックスラジャー。ヘルスクリーン、トランスフォーム。マックスビー、トランスフォーム。いいじゃん、俺も行ってくる。山は動かん。あ、戦況を見定めよう。ライオコンボイは我々が考えている以上に策士だ。策士？お前よりものを考えているということだ。目標はあの山頂のはず。なぜわざわざ目立つルートで。マックスビ、ラジャ、付近をサーチするのよ。ラジャ、あっちはダージガンとスラストールの二人に任せておけばいいの。ラジャ、心配しないの。褒められはすれ、怒られることはないわ。目に見えているものだけが真実ではない。本物は隠されているものよ。マックスラジャ、タコタンク、やはり行くわよ。マックスビ、マックスラジャー、ゲイル・ダガー。やはりスクーバね、地上のキャノン砲はおとりってわけなのね。マックスラジャー、さすがヘルスクリーン、見つかってしまったな。イッスサーリヒケヤリヒケサーリイッサーイッサーファイザーエッサーラストリーダが割れるとこやったで。そうやってしびれてるがええわ。その間にキャノン砲始末させてもらいますわ。スラストール、よっしゃ、ダッシュソード。いつもながらええ切れ味や。ん？ライオンコンボイ、ライオンクロー、うわー、スラストール、くそー、ブラッドリーダー、ライオンミサイル、ゲリル・ダガー、ラップショット、オクトパワーアーム。
何なのよこれは。こっちのキャノン砲もただのハリボテじゃないの。ラジャー何、兄者まんまと騙された。本物はどこだ。ライオジュニア変身。本物はここさ。若、ライオコンボイが本物を若に託されたということはそれだけ期待が大きいということですぞ。ああ、マグナボスに合体だ。知恵と勇気とライオコンボイからの期待3つ揃って合体戦マグナボス。ライオコンボイ必ず作戦を成功させます。あ、しまった。あれや本物はライオン台風。うわ、頼んだぞライオジュニア。他にキャノン砲を運んでいるやつがいるので行くわよ。ラジャー、行かれるわけにはいかん。オクトスクリーン。どこ向かって攻撃してんの。ラジャー離して。それは私のサメヒレよ。ラジャー、ライオジュニア、あとは任せたぞ。時間まであと15分よ。余裕で間に合いそうだね。我がキャノン砲をセッティングする時間が必要だ。余裕なんかないぜ。わ、分かってるって。火口にチューブを下ろすんだ。チューブだね。アンゴルモアエネルギーをナイアガラキャノンに取り込むんだ。分かってるって。これでネメシスを撃てば。エネルギーチャージの時間が必要だ。分かってるって。で、どのくらい。簡単にするのには5分はかかる。そんな、ギリギリじゃないか。何？やっぱりお前か。実行惑星ネメシスには指一本触れさせないんだな。これは僕に任された仕事だ。実行惑星ネメシス絶対ぶっ潰してやる。それは困る。ここでお前たちの好きにさせるわけにはいかんのだ。ガルバトロンまで。若、落ち着いて。落ち着いてるよ。もう少しでチャージできる。ライオジュニアは体内のアンゴルモアエネルギーを圧縮しキャノン砲に注ぎ込んだ。
ってるよ兄ちゃん。邪魔するんじゃない。キャノン砲が限界なのか。持ってくれ、あと少し持ってくれ。まだキャノン砲がもうダメですぞ。キャノン砲から離れるんだ。あと少しなのに。やだ。計算間違えたみたいなんだな。まったくもう。この野郎。待て、見ろ。奴らと一戦交えるのは厄介だ。ここは引こう。しかし兄ちゃん、もうあのキャノン砲は使い物にはならない。行くぞ。命拾いしたな。今日はこれぐらいにしといてやるんだな。だだうん、いけない。バカ、お気を確かに。しっかりするんだ。ライオコンボイ、優れた後継者を育てているな。羨ましいぞ。それに比べて俺の後継者となるべきものは兄ちゃん。さあやってこい。覚えてろよ。やっぱり僕はまだ半人前だった。あれだけ約束したのに。僕は僕の仕事を。見事な仕事だったな。ライオコンボイ。人工惑星ネメシス、もうどれくらい近くに来てるの？最初は大球惑星をかすめて太陽系に入ってきた。そして第六惑星の輪っかも吸い込んじゃったもん。それでこの間第五惑星のガスを吸い込んでたから 4,3,2,1 あと4個で惑星ガイアに着いちゃうの？ん？でも惑星ガイアは第三惑星もん。 4-3 は第四惑星を通り越したらもう惑星ガイアに着いちゃうんじゃない。もうすぐもん。
様。